ありがとうございました。続いてお送りいたしますのは西高 OM 名物演芸でございます。本日お送りいたしますのは一発ギャグショートコント漫才でございます。西高 OM 一同は皆さんはどんなギャグでも笑ってくださる素晴らしいお客様だと信じております。それではお楽しみください。じゃあ診察始めていきます。お願いします。
すいませんね、遅れて。あ、いやいや、ちょっと微熱があるんですけど、見てもらっていいですか？微熱あるの？はい、微熱でちょっと、微熱あるならまず目を見ていこうね。目ですか？目、はい、右見て、右、左見て、左、上見て、上が、もう一回上見ようか。はい、もう一回上見ます。君引っかかってるね。引っかかってんの？どういうこと？目が何に引っかかってんの？ちょっと引っかかってるね。それヤバいやつなんですか？左目も。あ、わかりました。左目もね。はい、右、右、はい、左、左、はい、上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 、もう一回上見ようか。はい、もう一回上見ます。君引っかかってるわ。引っかかってんの？どういうこと？目が引っかかってるってどういうこと？上に引っかかってる。上に引っかかってんの？何やそれ。上に引っかかってる。君引っかかってるから、引っかかってる人専用の最新の機械でちょっと診察していくから。最新の認知症が頑張ってるやん。ちょっと強い光来るけども、頑張って目開けといてね。わかりました。はい、3、2、1、バッシャ。ちょっと待ちよ。これ何がわかんねん、写真撮ってるだけやんけ。ちょっとキビーな。キビー、ちょっとキビーな。キビー、何歳かわからんなってきたわ。糸厳しけり。ほんまに何歳やねんこの人。何時代の人やねんこれ。君やっぱ引っかかってたわ。引っかかってんねや。どういうことやろ、引っかかってるって。結構引っかかってたから。結構ちょっとここより大きい眼科紹介するねん。いや、内科じゃないんかい。ちょっと待って、帰って帰って。なに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 、できてないよそれ。え、できてない。小泉がしたかったのは内科のお医者さんやろ。いやいや、内科のお医者さんじゃなくて猫科のライオンさん。いや、内科じゃないんかい。もうええわ。どうもありがとうございました。